ネグロイド。ネグロイド。ネグロイドとは、身体的特徴に基づく、歴史的人種分類概念の一つ。日本では一般に、国色人種、黒人と同義に理解される。ドイツの人類学者ブルーメンマッハによって提唱された、古代人種説に基づく。現在でも便宜的、寛容的、またしばしば政治的に用いられる。これに分類される人々の主要な居住地は、 サハライナンのアフリカ大陸である。ラテン語のニジェール、ニゲル、黒に由来、ニグロイド。原生人類は、生物学上、ホモサピエンスというただ一種に属している。ただし、過去の自然人類学や文化人類学では、ネグロイド、および北アフリカヨーロッパ、西アジアアラブ、南アジアドに見られるコーカイド、白色人種、オセアニアに見られるオーストラロイド、東アジア、 東南アジアポリネシア、南北アメリカ大陸などに見られるモンゴロイド、黄色人種を4大人種とて分類していた。DNA 分析の成果によれば、原生人類発祥の地は、アフリカにあるとされ、ネグロイドは、で、アフリカをせず、アフリカに留まった集団の直系の子孫とされる。従って、ネグロイドの遺伝的多様性は、その他全ての人種の遺伝的多様性よりも高い。 なお、肌の色、および肌の色を発現させる遺伝子は、人という種の集団の文化の過程で、最も選択圧を受けやすく短期間に変化する形質の一つであり、肌の色の類似、または相違だけでは、いわゆる人種を区別することはできない。伝統的な区分によれば、黒人は、さらになどに分けられてきた。ネグロイドを、コンゴイドとカポイドの二人種に分け、 これとモンゴロイド、コーカソイド、オーストラロイドを合わせて5大人種とすることがある。また、アメリンド、インディアンをモンゴロイドから分け、6大人種とする場合もある。コンゴイドとカッポイドは、身体的特徴だけでなく、言語及び、欧米改善の生活様式によっても区分された。頭部は、いわゆる、超頭である。グラベラが発達し、お互いは、交代気味である。 頭部全体は小さめである。手足が長く、特に膝から、舌が長い。手首、足首は細い。腸腰筋が発達しており、骨盤が前傾している。腸腰筋は桃を引き上げる役割がある。骨密度が高く、骨粗症症になりにくい。西アフリカのネグロイドは、瞬発力に優れると言われており、実際も、オリンピックなどの世界的な大会において、 西アフリカにルーツを持つ選手が短距離走などで上位を独占している。東アフリカのネグロイドは持久力に優れると言われており、マラソンなどではケニアやエチオピアにルーツを持つ選手が世界的な大会で上位を独占している。マラソンの世界ランキング上位100選手を排出する率は平均を1とした場合、ケニア全体で6.03、内陸部の南美人は22.9という。 驚くべき数字が確認されている。これらは異なる国や環境のもとで育ったアフリカ系移民の間でも同様に高い確率で優れた選手が排出されている。このことから遺伝的に精神的かつ肉体的な優位性がもともと備わっているという火星も示唆されている。ネグロイドは、で、アフリカをせず、アフリカに留まったグループである。人種を特徴づける Y 染色体。 ハプログループとして A、B、E が挙げられる。ネグロイドを除いた、原生人類の核遺伝子には絶滅した、ネアンデルタール人類特有の遺伝子が1から4%混入しているとの研究結果もあるため、ホモサピエンスの原型により、近いとも言える。2世紀のローマ帝国の有名な学者ガレノスは、厚い唇、広い微光、縮れた頭髪、黒い目、シワのある手と足、 薄い眉毛、尖った歯、長い陰茎、際立った陽気さを黒人男性の銃の特徴として列挙している。そして、この際立った陽気さが、血管のある頭脳とそれに由来する知性の弱さゆえに、黒人男性を支配していると彼は述べている。一世紀のプリニウスは、エティオピアの知事を記載している、博物史六巻195節において、西の方に、ニグロ遺族がおり、その王は、 ただ一つの目が額にある。主にヒョウやライオンの肉を主食としている。野獣食人、何でもかんでも鈍食する。鈍食族、その食事が人肉である。食人族がいる。と口述のイブンハルドゥーンの記載と類似するうちを記載している。預言者ムハンマドは説教で、公正な場合を除いて、白人は黒人に対して、いかなる優先権も持たないと言っている。この戒めは、 黒人に対する優越の姿勢がすでに彼の存命中に現れていたことをしている。その上、そのような偏見の経緯はイスラム史初期の黒人詩人にも反映され始めていた。もし私の肌がピンクならば、女性たちは私を愛すだろう。しかし、神は私を黒さと結婚させたと書いたスハイムは660年に亡くなったアフリカ出身の奴隷であった。 私は奴隷であるが、私の魂は気高く自由である。私は肌の色は黒いが、私の性格は白いのである。彼は死の中で彼の本質的な尊厳を表現している。ヌサイブ・ブンラバーブは七百二十六年に亡くなったが、アラブ人の詩人からの肌の色を理由とする自分への非難に対し、彼自身、痛烈な応答をしている。私がこのものを有したと、 この勇敢な心を持っている限り、黒さが私の名誉を貶めることはない。ある者は決闘により引き立てられるが、私の死の宿が私の決闘なのだ。物を言わない白人より、感受性の鋭い心とはっきりと物を言う黒人の方が、どんなに素晴らしいことか。イスラーム文化は、女性美を例外として、本質的に肉体的な資質よりも知的な資質を重んじた。 独特の肉体的強さを知的に劣ることと結びつけることで黒人への部別が正当化され助長された。11世紀の歴史家バクリーはスーダン人たちは人間よりも動物に近く彼らはもっぱら物欲に興味を持ちしばしば食人を行いほとんど羞恥心を持たないと記している。11世紀のイスラーム時代の重要都市 トレドの裁判官であるサイード・アル・アンダルスイーは、彼らの気質は血の毛が多くなり、気性は激しく、彼らの色は黒く、彼らの頭髪は縮れている。彼らは自制心と心の安定にかけ、移り気と愚かさと無知が飼っている。エチオピアの果てに住んでいる黒人、ヌビア人、暫時などがそれに当たると記している。12世紀の地理学者イドリースイーは、 スーダン人たちは最も堕落した人々であるが、子供を産む能力は最も優れている人々である。彼らの生活はまるで動物のようで、彼らは物と女の欲求以外に何の関心も示さないと記している。14世紀の旅行家、イブン・バトゥータは、彼らの教養の無駄や白人に対する無礼な態度を見て、つくづくこんなところまで来てしまったことを後悔したと記している。 一方で、イブン・マトゥータは、マリ王国での記録において、彼らの美徳とすべき行為として、まず第一に、不正行為が少ない点にある。つまり、スーダン人、黒人のスルタンは、誰一人として、不正行為を犯すことを許さない。次には、彼らの地方で、安全の保障が行き届いている点であり、従って、その地方を旅する者は、何の心配ごともなく、長く滞在するものでも、 強盗や追いはぎに会うことがない、彼らの美徳の他の一つとして、彼らがイスラームの礼拝を厳守し、それを社会集団の中で彼らの義務行為としていること、金曜日には一般の人々は早朝にモスクに行かないとあまりの混雑のため、どこで礼拝しているのかわからなくなってしまうほどである。と述べている。中世イスラムの最も偉大な歴史家、イブンハルドゥーンは、 黒人の大半は、洞穴や密林に住み、草を食い、野蛮のままで、社会的集団生活をせず、互いに殺して食べる。黒人は一般に軽率で興奮しやすく、非常に情緒的な性格で、メロディを聴けば、いつでも踊りたがり、また、黒人は、どこに置いても、愚か者とされていると記している。南インドのドラビダ人やオーストラリアのアボリジニ、 メラネシアンなどオセアニアの先住民たちは、その肌の色の濃さ、メラネシア人などに関しては、巻毛の頭髪の形状からも、黒人と思われば場合もあるが、彼らはオーストラロイドである。またポリネシアン、ミクロネシアンは、モンゴロイドとオーストラロイドの混合人種である。同様に、インドア大陸で人口の70%を占める、アーリア人も同じく肌の色から黒人だと思われる場合があるが、 彼らの場合は、コーカソイドとオーストラロイドの混合人種である。いずれもアフリカ人とは、遺伝的に異なる集団である。黒人は、人種の一つであるが、人種差別的な見方からすれば、別称として使用されることがあった。例えば、イエズス会宣教師のフランシスコ・カブラルは、日本人や韓国人を黒人とみなし、黒人を別称として使用している。また、同じく、 イエズス会巡殺士、アレッサンドロ・バリニャーノもその著書、東インド巡殺記において、インド人を黒人とみなし、黒人を別称として使用している。バリニャーノの、こうした、人種差別意識の根拠となったのが、アリストテレス、政治学、第一巻の先天的奴隷説であるとされる。なお、日本人を黒人とみなしたカブラルと異なり、バリニャーノは、 日本人を白人とみなした。と、日本人を白人と設定することにより、本国からの不況の支援を受けようとしていた、白人とすると本国から金銭と人的支援が得られたのである。米国などでは、ニグロイド、ネグロイドの英語発音という言い方は、差別用語とされ、政治的に正しく、丁寧な呼び方として、アフリカ系のアフリカンを使うことがある。例えば、 アメリカ人であった場合、アフリカ系アメリカ人、アフリカンアメリカンという。ネグロイドは元来、人種に対する故障であり、差別的な意味合いは主に黒人奴隷を使用していた、欧米諸国の快適要因から派生したものである。ニグロと縮めて、呼ぶのは、全時代的な語法であり、現在では、明らかな差別用語とされている。さらに、ニガー、ニガーとした場合、 その差別的意味は強まる。米国以外の英語圏では、ブラックパーソン、ブラックパーソン、複数型は、ブラックピープル、ブラックピープルと呼ぶのが、社会的、政治的に正しいとされている。これは、南アジア、カリブ、太平洋諸島など、アフリカ以外の地域にも肌が黒い人種が存在し、彼らを誤って、アフリカ系と呼んでしまうことを避けるためである。ブラックと縮めた場合は、 非公式な意味合いが強まる。最近の米国ではアフリカ系がよく使われるが、米国においても必ずしもブラックという呼称が差別用語に当たるとは限らない。実際に黒人は自分たちのことをブラックと呼ぶことも多く、テレビのニュース番組でもブラックという言葉はしばしば用いられる。ただし、明確な差別用語であるニガーという呼称もアフリカ系同士の間では、 仲間意識を込めた呼びかけとしても使用されることからも、わかるように、こうした要望、アフリカ系の人が使用する場合と他人種の人が使用する場合では、意味合いや受け取られ方が異なる。白人や、黄色人種が用いる際は用いる文脈に考慮し、身長を着さねば、差別語的に組み取られる可能性もあることに注意する、必要がある。すなわち、ブラックという呼称は、 ある意味で転換されたスティグマであり、当該の主体が用いる場合と、第三者が用いることには全く意味が違うことに留意すべきである。さらに、米国における黒人自らの文脈で、ブラックを用いた例として、黒人公民権運動の中で用いられてきた、黒は美しいというスローガンは象徴的である。同様に、黒人コミュニティに関係した、 団体組織の多くが自ら名称にブラックを用いている。また、ブラックヘアスタイルという黒人専門のヘアスタイル情報誌やブラックエンタープライズといった黒人専門のビジネス雑誌の存在もこの要例であろう。日本では黒人の言い換え語として研究者はアフリカンアメリカンを使うことが多いがアフリカ人すべてが黒人ではなく、またアメリカにいる黒人すべてが アフリカ出身でもないため、この用語には疑問も出ている、藤田緑、アフリカ、発見岩波書店など。しかし、米国などにおいても、アフリカ以外の土地の出身者であっても、黒人ならば、アフリカンアメリカンと呼ばれてしまうことが多いのが、実情である。なお、アメリカにおいては、過去の奴隷政策の反動等から、州ごとに黒人に対する、様々な優遇措置があり、これが、 中法に違反しているとして問題化したこともある。アメリカ合衆国は1995年に人種、民族の事象についての国勢調査を行っている。これは彼ら自身を白人、黒人、ヒスパニック、インディアン、アラスカ先住民、インディアン、エスキモー、アレウトであると特定した人々、あるいは根血に対して、それぞれの人種、民族グループの呼称で、 定まった呼び名を好まない人や特に選ぶものがなかった人も含めて好きな故障はどれか選んでもらったものである。黒人の場合は以下の通りであった。根欠も含め単純にアフリカ系でないものも含まれて一番好まれている故障はブラック黒人だった。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。